幅広いアプローチ、ブローダーアプローチとは、各融合炉の原型炉デモを目指した ITER を補完する研究プロジェクトである。実施主体は、日本と欧州連合であり、実施箇所は、日本の六箇所村と中市で実施される。これは、ITER サイトを、フランスのカダラッシュに誘致することにし、六箇所村が、候補を降りた見返りの一つとして行われる。 研究プロジェクトである。実施される計画は発電実証に必要な材質を検証する国際核融合材料照射施設の設計、ITER 遠隔実験、原型炉設計やシミュレーションを行う施設である国際核融合エネルギー研究センター、JT-62 超電導コイルを 導入するなどの改良を加えるサテライトとか膜装置、JT-60SA であり、全2社はもともと ITER 候補地であった6カ所村に位置し、JT-60SA はもともと JT-60 のある中市で実施される。基本的スケジュールは、ITER サイト内の Beyond ITER、プレリミナリーを参照。 不機基本的に反応物理学分野における技術開発は次のステップからなる。第1段階、研究炉。第2段階、実証炉。第3段階、原型炉。第4段階、商用炉。現在までのところ、小型化の目処はついていないが、将来的にはわからない。ありがとうございます。